MS Core 6 Fires of Rubicon。お久しぶりでございます。他の人の配信だったり動画とかを見ているとね、もうすでに皆さんオンライン対戦をやっているんですよね。自分まだオンライン対戦できないんですね。なぜかというと、チャプター1まだクリアしておりません。悲しいね、悲しいね。で、なんでかっていうと、これですね、この、坊主第二交渉調査、これがね、越せないんですね、難しくて。行きたいんですけど、ちょっとその前にですね、試してみたいことが1点。タンク、いいんじゃないか。そう思っておりまして、どうしようかなって。火力を、これで火力を積みまくるっていうのどうでしょう。タンクね、AP 高くなります、姿勢安定性高くなります、積載上限上がります、まだいっぱい乗せられます、ブースターは タンク用のブースターみたいなのってねえのかな。近距離戦闘での圧倒的、あーんじゃん、なるべく遠距離戦できるようにしたいんですよ。マシンガンありかな。火力詰め詰めにしてねえ、火力、あーでも格闘できなくなるのは嫌だな。これにしてレーザーキャノン、高誘導ミサイル、高誘導ミサイルじゃない方がいいか、タンクだし。で、頭部パーツ、ブースト速度上がります、姿勢安定性上がります。だ、どれがいいの。AP とか下がっちゃうの嫌だな。負荷が、これはちょっとありか。これも AP 上がりますね。
これはどうですか？ AP 下がりますね。射程距離伸ばしたいんだよね。腕買うか。っていうか足一通り打って新しいやつに買い替える。ジェネレーター出力。腕買いましょうか。これは何？重量コアパーツ。重量。長距離巡航型ブースター。遠距離からの急接近で優れた性能を発揮する。お、こういうの欲しかった。遠距離アシスト適正ない。遠距離遠距離アシスト適正ないですかっていう、そういう話。でもミサイルロック時間短くなるんだって。こっちか。ジェネレーター金が足りないよ。売るよ。これ売るよ。ねえ。初期のブースターってどれだっけ？重量機体、軽量機体。リニアライフルいらないか。もう売っちゃうか。どう思う？腕いるか。腕これさっき買ったやつ？違うか。腕もしかして初期装備だったりする？あれ、俺何買おうとしてたんだっけ。ジェネレーターか。補修性能。買う。逆足さっき売っちゃったからよ。逆足の AC データ使えなくなっちゃったからね。まあそこは使わないんでいいんですけど。あはあ、腕とかどうしたらいいの？脚部タイプがタンクの時は内蔵ブースターを使用。どう？カットの意味ねー。無駄遣い。ミサイル関連性能。
あ、これだ。これだ。あれ、これってそんなに、そんなにか。補充性能がいい。供給復元性能がいい。EN 出力は下がりますと。いや、でもまあ下がったところでって感じだしな。下がったところでそんなに困らないでしょ。ね。あとミサイルだな。これと4連装ミサイル。あ、でもレーザーキャノンにしときましょう。左手はグレネードか。グレネードでスタッカー狙っていくか。だとしたらこっちもリニアライフルじゃないですかね。違います？違います。いや、でもいろんな状況に対応できるようにしておきたいから、こっちはマシンガン。これで行きましょうか。ねえ、タンクの名前何がいい？ビ。あ、違う。これの機体面を変えておきたい。あとで名前どうせ変えるので、ちょっと今はね、仮の名前でビタータンクということで、お許しください。ちょっとじゃあテストしちゃう？テストなしで行く？それともテストしちゃうよ。まあ、1週間ぶりなんでね、配信。紅茶もねえや。ステップのあれだな。ステップのあれか、あれだな、あればっかりやんけ。ステップのあれがあれやな、本当に。ステップのあれがあれよ。なんか超新地展開みたいなさ、やつあったよね。足があれですね、ミサイルしか当たってなくない今のところ。
ミサイル系の武装を増やした方がいいかしらね。どうかしら、ミサイル系の武装を増やした方が。あれ、あ、オッケー。おお、やるわね、あなた。タンクダメね。ちょっとタンクいまいちね。タンクいまいちよ。ちょっと何これ。あ、右手なくなっちゃった。だからパンチになってんのこれ。いいだろう。え、いいでしょう、別にそのぐらいのハンデ背負いましょう。当たらない球が。ロックオンしとこう。タンクいまいちか、もしかして。むずいぞ操作が。パンチ。そう、もう左肩も武器なし、右手も武器なし、弾少なしらん、弾少なしらん。大事に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 、バーン。おお、パンチ。おお、あ、左手武器あるじゃん。当たらないけど、当たらないし、クールタイムが長いんで当たるんです。当てる、当たらない。パンチ、やめろ。
まあこんな感じか。どうなんだろう。ちょっと俺のプレイスタイルに合わない。逆足に戻そうかなって思ってます。一回これで行ってみるか。弾足んねえんだよな。弾足んねえの。弾足んねえのはシンプルに下手。もしかして普通に下手くそ。相談数540。これが当たりゃ、これが当たりゃよ。ええんやけど。相談数32。なんや、でもこっちは剣にしとくべきかな。全周囲を投げ払う。で、こっちミサイル、こっちレーザーキャノン。レーザーキャノンじゃない方がいいかな。ミサイルか、こっちも。380。420発。リニアライフル、実弾武器。一旦これで。AP でゴリ押す。621、一つ助言を送ろう。はい。不測の事態を予測しろ。はーい。まあそっか、紅茶ねえのか。届かない。届くんです。敵のレーザー消したい今。倒した。倒した。明細に暗号通信。こいつが交渉を一夜にして落としたのか。621、調査を進めるぞ。逆足の方が良かったかもな。上下移動が重い。狙われているぞ。
ああ逃げられましたね。どうやら今度は一体ではない。スキャナーを使え。迷彩にはマーキングが有効だ。よしよし、まず一つ。え、待って、この時点でもう体力半分なんですけど、え、もう体力半分。あ、やっぱ逆足が良かったかな。逆足か四脚か。ワイは何話のデメジエルソンネンや。回復しとこう。あれ、あ、こっち垂直じゃないんだ。垂直ミサイルじゃない。いやん、どっち？敵。ここ上下移動多いな。ダメじゃんこれじゃ。よしよし、あれ、まだいる、もしかして。お、うわ、ファンネルやめろ、ファンネルやめろ。ああ、まあ、さっきはよくもやってくれたな、てめえこの野郎。片付いたか、この野郎。卵もったいないから死体打ちはしませんけど。微量だがコーラルが混じっている。地中心脈からの輸出現象。ボスが移動を隠していたということか。回復しとこう。これがラストチャンス。上から来るぞ、気をつけよ。ここにいるのは分かってんだよな。さっき、いや、4機か。数が多い。確保撃破所、621。左肩部、残弾 50%。 うーん、
さっきはよくもやってくれたな、この間。よし、人を追います。ブーストがね。不明機体、一気撃破。あちゃーく。タンクダメだ。逆足がいいや。なあ。こいつだ。未所持パーツが含まれています。どないせいっちゅんじゃん。帰ってことか。ペペ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 ノー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 ペペ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 ペお金がないよ。アリーナ、リプレイミッションでお金を稼ぎます。リプレイミッションでお金を稼ぎたいんですけれど、そのための AC がありません。この、あ、違う、ロード。これの足以外をロードっていうのできないんか。できないんか。積載、か上限がこれまあまあいいやつなんだ。まあまあいいわね。あなた長距離移動でミサイルロックの短縮を主眼に置く、中距離ジェネレーター EN 容量。他のやつ売っちゃってもいいな。そんな大したことないでしょう。え？これちょっとあれじゃない？性能低くない？これで。ちょい軽。
空力特性に関するのこれはこのまんまでいいか。暗部積載条件、うん、これを こいつをビタードリンクとして一旦保存する。一旦 AC テストするか。こいつな、ノー。8時になったら一旦あの配信やめますね。あのご飯食べたい。ピョン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 、バーッ。あ、まあ届いたと見ていいでしょう。微妙っすね。まあでも別に渡り合えなきゃ。おーなし。当たるんです。あ、いや俺も食らっちゃったよ。はい、はい、どう。なるほど、こいつはこういう戦い方ね。あ、でも足止まんだよな。やだね、足止まんの。足止まんね、ミサイルは足止まんない。レーザーキャノンが足止まるけど、レーザーキャノンが、おいじゃーん、そりゃ食らうよ。こっちも足止まんだもん。残り 30%。 当たらないんかい。足止まんのやだね。はい、危ない。どうするべきか、どうするべきか。右肩もミサイルかな、そうなると。右肩もミサイルかな。ねえ。
EN 武器の相性ってあいつらとどうなんだろう。結構有効なのかな。これでここに上書きしちゃいます。なんかちょっと期待変わっちゃった。いやだけどしょうがない。なんかいらんもんいっぱい売ろう。あるでしょう、いらんもん。これはいる、これはいる、いる、全部いる、全部いる、全部いる。輪帯、輪帯いらないかなあ。補充性能がまあまあいいんだよな。供給復元性能、微妙。でも値段が示してるよね、性能の良し悪しはね。だから売る。すいませんね、なんかもう2月ぐらいからずっと喉痛くて。行くよ。これでクリアできんかったらもう知らない。ああ、覗いて。不測の事態を予測しろ。はーい。エアコンつけてんのに暑いな。設定温度27度。メインシステム下げよう。あれ移動したもん、もしかして。食らいつけ。距離を取られたらまた見失うぞ。あ、倒した。よし。あれ、どこ行った？もうここで勝負するかい？どこ行った？もう行ったよ。どこだ？当たらないよ、そんなんじゃねえ君。
そこにいるんでしょ。知ってるよ。ほら、こっちからの攻撃は当たるんだよね。かわいそうにね、そっちからの攻撃は当たらないのにね、こっちからの攻撃は当たるんだよ。かわいそうにね。不明機体を撃破。先に進め。慎重にな。ハンドラー・ウォルターにとって621って何人目なんだろう。3体いるな。ピン。痛いね君ね。この機体に傷をつけた罪は重いよ。償ってもらうからね。あと1体かい？残念でした。こうなったらもう僕の勝ちです。あ、逃げやかったなあいつ。いいんだ、そういうことしちゃうんだ、いいよ。そういうことしちゃうんだったらいいよ。これで倒しちゃうから。ほら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 、降りてこないと死んじゃうね。ねえねえ、降りてこないとやられちゃうね。ねえねえねえ、どうすんのそういう時。ほら、降りてこないから。片付いたか。進むぞ。まあさっきよりはマシといったところでしょうか。これはコーラル反応か。621、降りて確認しろ。間違いない、この液体は微量だがコーラルが混じっている。地中脂脈からの輸出現象。ボースが移動を隠していたということか。一旦こっち側にいまして、でこうしてこっち側にはいないですよと。でそうなったらもう、あ、いた、今見えたね、一瞬ね。まず一つ。不明機体一気撃破。どこ行った？お前には用はねえ、今は。お前じゃねえ、今は。どこにいんのさ。おい、いた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 。痛いね、もうちょっとそれはやめてほしいね。シールド貼ってんじゃないわよ、あなた。こっちもシールド貼るわよ、あなた、ね、そっちがそうなの、こっちもこうですよ。それそうですよ。そうでしょう。
ここだなってめ、ああ通り過ぎちゃいました、通り過ぎちゃいました。違う、君じゃない、関係ないのに録音しちゃってさ、もうやだ、ムチムチ、はい、動けなくしました。はい、痛い痛い痛い、痛い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 、回復回復回復、刀を聞くっていうのが分かったから、あれダメだ、あ当たらない、一旦こうよ、一旦こう、そこにいるな。格闘で倒さんとダメか。残り 30%。 ちょっと待って、左肩打てないんですけど。よし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 、無理切撃を、集中を切らすなよ、621、いいよ、あと一機。どうやら片付いたか。本当に？見て帰るだけの仕事ではなかったな。621、戻って休め。はい。やったー。でもこっからどうやって帰ったんだろう。めちゃくちゃ大変だったよここ。なんでうまくいったのかもよく分かっておりません。お、会話パート。しばらくぶりだね、ウォルター。なかなか元気そうじゃないか。新しい強化人間を連れてるようだが、617たちはどうした？仕事をしたさ。おかげでルビコンまでこぎつけた。そうかい。新入りの様子は？悪くはない。だが第四世代は不安定だ。必要な仕事とはいえ、負荷は極力下げておきたい。そちらの守備はどうだ？友人の残した情報が見つかったよ。ウォッチポイントに望みのものはある。ウォッチポイント、ラブレターかい？はい。戻ったか、621。はい。ボス第二交渉で発見したコーラルの流出現象についてだが、あれは地中脂脈からわずかに染み出たものだ。あの井戸は放っておけば枯れていく。うん。俺たちの目指すコーラルではない。うん。それから。お前には次の仕事を送っておいた。はい。これは企業や解放戦線からの依頼ではない。ほう。ブリーフィングを確認しておけ。ほーい。ということはハンドラー・ウォルター直々のご命令という、そういうことですね。要は自社のお仕事ということですね。
受託ではなく。ちょっと逆足回転だよ。逆足をな、買いたいんだけど、そのまんま買うんじゃなくて、そのまま買い戻すよりも、性能が、積載上限47,820、48,000。跳躍性能、これ逆足じゃなくて軽量二脚か。一旦これ買うでしょ、買い戻すでしょ。いらない足とかないよね、全部いるやつだよね。これでロード、勝った。何、久々に、なんだっけこいつ、ライトニングドランカーで出る。つうか、あの OS のあれは載せたのかい。パルサーマーついてるわ。じゃあいいや、行きましょう。ベリウス北部ウォッチポイントデルタ拠点襲撃、施設破壊、ウォッチポイント SG 部隊排除および採用制御センターにある制御装置の破壊、チャプター最終ミッション。あ、マジか、マジか。地中に眠るコーラルの人脈を監視し、かつてはその流量制御も行っていた施設だ。はい、お前にはそこを襲撃してもらう。うん、目標は採用にあるセンシングバルブの破壊。当該施設は惑星封鎖機構の SG が警備に当たっている。企業たちも表立っての手出しは避けるだろう。つまりこの仕事は俺たちだけで遂行しなければならない。なるほど。そんなヤバい任務を新人にさせんの。短期での夜間潜入となる。気を引き締めてかかれ。あ、ブースト、ブースター買えんの忘れてた。まあいいか、いや、この機体で頑張る。じゃあこれ終わったら、あの一旦配信終わりにします。あのご飯食べたい。カルーア寮、ライトニングドランカー出るぞ。あ、ムービーだ。621、準備はいいか。あ、はい。行ってこい、仕事の時間だ。ほーい。
ますな。目撃者は全て消していけ。証拠を残すな。侵入者を捕捉。敵は衛星探知だと。どうもしました。おい、ちょ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 。ちょ、飛べない。コード78、応援を要請。これは本部とつながりません。応援は来ない。621、殲滅しろ。いい、はいはい、 OK。 まずでかい目標からね。証拠は残さない。よし、はい、オッケー。まだいる？まだいるかい？ああ、まだあんじゃん、逮捕。あ、違うか。これ違うか。壊したやつか。あ、壊したやつだ。今なんかいたね。気のせいかい？の正解。でもまだ進めないっていうことはまだいるんですよ、どっかに敵が。はい、敵部隊の殲滅を確認した。次のエリア。はいよはいよはいよ。ぴょん。なんだこの AC は。故障部隊はどうした？コード18、総員戦闘配置。地方から狙い撃ちにされるぞ。ちょっとダメだわこの機体じゃ。ビタードリンクセーファー、行きまーす。メインシステム戦闘モード起動。証拠は残すな。目撃者は全て消していけ。俺を本気にさせちゃったね。裏にいた MT も倒しておきましょうかね。あれ AC でしたっけ、あなた。これなら一撃なのか。痛い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 。
索敵範囲狭いんや。一回あの大砲だけ先に落としていくか。はいビーン。はい、残念でした。また来世。ああミスっちゃった。うい。敵部隊の殲滅を確認した。次のエリアに進め。もしかして四脚もダメ？なんだこの演習は。それそうなるよね。それは。なんだこの AC はって。四方から狙い撃ちにされるぞ。6人1、機動力を活かせ。機動力を活かせ。だから逆関節の判断は一応正しかったんだ。俺が下手なだけで。それ当たる？そのミサイル。マーカー情報を更新する。指定する方向へ向かえ。はーい。この上ですか？見えるか？あれがウォッチポイントの制御センターだ。はーい。何？何？怖い。ウォッチポイントを襲撃するとは。スルラ。相変わらずだな、ハンドラー・ウォルター。スルラさん。また犬を飼ったようだが、何度でも殺してやろう。貴様はスルラか。そこの犬、お前には同情する。飼い主が違えば。どこ行った？ちょっと回復。おおおおお。第一世代強化人間の生き残りだ。やれ、六人一。さもなくばお前が死ぬことになる。ちょっと。619-20。私がやったのは何番だったか。ちょい。第一世代ってことはさ、俺の先輩ってこと？あ、いた。誘導性能高くない？君の武器。シールドだ！強くない？君。うわ、それやめてくれよ。ボンバンドア届かない。スタッカーもしないし。ああ、なんでそんな、あの体感減らないんすか？ねえ、おじさん。スルラさん、スルラさん。お前のせいで死んだぞ。ハンドラー・ウォルター。
中量二脚、いやどうするべきだ。これはスピードで翻弄するか、それともスピードで翻弄するべきか。マシンガンでちょっとずつ削り、パルスブレード、こっちの方がいいか。こっちの方がいいかな。レーザーキャノンか。どうするべきか。ミサイルいっぱい積んで、ミサイルで翻弄する。AP 上げて、逆足は逆足でいいんだけど、AP を上げたい。軽量コアパーツ、軽さと運動性能。積載超過、一旦これにして、どれを変えるべき。これは近距離戦、近距離戦特化にして、出力上げてこっちのレーザーにして、近距離戦特化なんで、これはこのまんまにして、重要で積載超過なんだよな。こっちは外しちゃうか、もういっそ。でもまた積載超過。コアが良くない。AP が下がっちゃうんよな。AP の悪さをこれで。カバーできるか。でもこれをずっと押しっぱじゃないといけないんだよな。やだな。頭はこれでいいか。ワンブ積載条件、200パーツ、肩なしっていう手もある。肩なし、
あ、これで積載ギリギリなんだもんね。肩なし、左手はブレード、片方だったらまあいけんのか。どうするべきだこれは。あー、左肩だけにして右肩何もナッシング。頭軽くする。頭軽くしたところで乗せられない。乗るじゃねえかこれ。そういうね、よし、右手もブレードとかあったらいいのにね。アサルトライフルか。アサルトライフル、いや、いや、やめた。これだ。ああ、積載超過やだ。僕の一番嫌いな言葉です。これセーブしておきましょう。セーブができない。途中からでいいですか？途中からで許してくれますか？許す。やらす。いや、メス。見えるか？あれがウォッチポイントの制御センターだ。目標はその内部にある。普通にマップちょっと観察したい。へえ。こう中こう歩幅前進して入っていけたらいいのにね。PC でそんなことするやついねえけど。これでうまくいってもダメでもちょっと一旦配信やめます。でご飯食べてまた再開しようと思う。襲撃するとは相変わらずだな、ハンドラー・ウォルター。また犬を飼ったようだが、何度でも殺してやろう。あいつ見た感じブレードを持ってな。世代っていうことは僕の先輩じゃないですか。ミサイルが当たらない。あいたミサイルも当たんね。回復しとこ。使っちゃうシールド。
たたた。まだ決まったわけじゃねえだろ。あ、いた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 。この人蹴ってくんな。この人足癖が悪いわね。あ、いた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 。